出馬断念と進次郎氏の支援を表明しました。小泉進次郎さんご本人から何度も直接お電話をいただきました。しかるべき立場で、小泉陣営を補強してもらえないか、仲間と何度も何度も、相談し協議をした中で、お受けすることにいたしました。衆議院岐阜1区選出の野田聖子元総務大臣は先ほど東京都内で会見を開き、明日告示される自民党総裁選に出馬せず、小泉進次郎元環境大臣の支援に回る考えを明らかにしました。選択的夫婦別姓や子育て支援策など政策面での共通項が多いことを理由としていて、進次郎氏の推薦人になることで合意したということです。自民党総裁選は今月27日投開票で、これまでに9人が出馬を表明しています。